目元最新事情2024ということで、まぶたを開かせる目薬、少し開いてるような気がするけど、まぶたが上がったっていうよりもこっちの方が目が出た、あの名前言えなきゃ芸能人使ってるような、まばたきするときに擦り合ってコネクションが外れてくる、それがコンタクトレンズ性の眼瞼化。なんでうちの二重がダウンタイムが短いのかっていうのは、まぶたを上げるスキルがあるから。皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今回はスペシャルコラボ企画ということで、カリスマ美容外科医の、正木先生の正木クリニックに、お邪魔します。で、正木先生っていうのは、あの美容に詳しい方であればご存知だと思うんですけど、あの共立美容外科っていうクリニックを立ち上げて、多くの著名人を担当したりとか、あとドラマの監修だったりとか、あと最新の技術の開発だったりとか、そういったことをやっている、とても業界では権威の高い先生となります。じゃあ早速先生よろしくお願いします。はい、じゃあそんな早速正木先生とのコラボなんですが、今日は目元最新事情2024ということで、早速先生にいろいろ聞いていきたいと思います。これね、まぶたを開かせる目薬、実を言うとアメリカではもうすでにあって、1回点眼すると12時間ぐらい効いてる、目が開いてる。ただそれはあの日本ではそれは売れないのよ。で、僕調べたら、まあ、あのそれ似た成分で、3時間ぐらいあの目が、あの下垂が少し治る状態、血管収縮するから目が白くなる、白くなる、下垂があるんだけど手術はやっぱり怖いっていう人は、結構買いに来るよな、片目だけ刺してもいいし両目刺してもいいし。これは医薬品ですか？あと一応医薬品で、あのドクターの管理下じゃないと、出せないやっちゃいかん人っていうのが、刺すの上手だね、しみるでしょ結構。まぶたのたるみは治らないよ、でもまぶたの下垂ってこう英語で言うとドゥルーピーアイって言うんだけど、スリーピーアイとかね、眠たい疲れた目がパチッと開くというやつ、へー、何分ぐらいで効きますか？多分15分ぐらいか。まあまあでも普通の目薬も10分15分ですもんね。ここに来なくても、そのオンラインで俺が仮にもほらカルテ作って、その子に そういったこう刺しちゃいかんようなあの疾患がないかどうかを聞いて、そんでオンラインでこれ買うことができるから、僕ちょっと掴んだ情報なんだけど、1年後か2年後かに大手が多分そのアメリカの12時間効くやつ、それ多分出すっていう話聞いたので、まあ今どうしてもっていう人は3時間でよければこういうあるから、ちなみにその眼瞼下垂で悩んでる年齢って、まあ、あのどのぐらいからが増えるんですか？眼瞼下垂の種類がまず生まれつきの眼瞼下垂がある、で、あとは後天性の眼瞼下垂、それの一番多いのはやっぱり加齢による下垂、要するに年取ってきてまぶたを上げる筋肉がの力が弱くなる。ここのなんか筋みたいなのが切れて下がってくる感じですか？ね、もう一つは腱膜性の眼瞼下垂って言って、ハードコンタクトレンズみたいなやつをつけてると、ちょうどこうまぶたを上げる筋肉がこう腱板というところにくっついてるんだけど、そこの部分がハードコンタクトレンズっていうのは厚みがあるから、まばたきするときに擦り合ってそのコネクションが外れてくる、それがあのハードコンタクトレンズ性の眼瞼化。若い人でももともとパッチリしてたのに、なんかまぶた重たくなっちゃったっていうのはコンタクトのせいであったりする？コンタクトとか、あと今の季節花粉症で例えばこう、擦ると、やっぱりそういうことが起こるわけさ。そういう眼瞼下垂を、まあ、ここの切らない眼瞼下垂って書いてあるけど、そう、それありがとうございます、僕のに振っていただいていや今ここにあったからあの眼瞼下垂の治療と手術というのは、まあ、昔からやられて、やられたのは切開法なの、保険使ってやるのは、
で切ってやるやり方もいっぱいいいところあるんだけども、僕がそうですね、20年ぐらい前に考え、切らないでやるコンセプトの眼瞼下垂を発案して、医学書に出したりとかして、で今どこのクリニックでもやってると思うんだけども、で何がいいかっつったら、切らないから傷跡の心配はしなくても、あとダウンタイム、腫れの期間そんなに長くない。もう一つはやって嫌だったら簡単に糸を取って戻すことができるから、切開ほら切っちゃってるから、完全にやっぱりこれじゃ嫌だってなった時に完全に元に戻すのは不可能でしょ、切らない眼瞼下垂は糸を取れば元に戻せるから、お試しでやって満足したら、手術料金もらえます。やっぱりこれじゃ嫌だっていうことであれば、その子ってあんまりいないけども、簡単に糸を取って元に戻して返金するというトライアルシステムっていうんだけど、ね、逆にそれが本当に気に入ったとしたら、ずっと放置しておけばもう上がったまま。ああ、それもいい質問だね。切らない眼瞼下垂っていうのはね、まあ、いろんなところでやってるけども、やり方によってはもう、まあ、その時はパッと上がってもすぐ戻っちゃう、あんまり上がらなかったり、あんまり持ちが良くないよとか、まあ、そういったのもあるんだけども、うちでやってるやり方っていうのはもうデータずっと取ってて、もうすごく長く続く。ただ手術をした目でもしてない目でも、10年20年30年のスパンで見ていくと、そこからやっぱり同じように老化が始まるわけだから、ずっと同じ状態ってわけにはいかないよね、だからそういうふうに考えてもらったり。確かに、さっきさした目薬の効果を見てんだけどこっち見てごらん、少し開いてるような気がするけど、ちょっと見てごらん、マサキアイドロップ。なんかね、私が感じるのはまぶたが上がったっていうよりもこっちの方が目が出た。まぶたがね、重たい人は軽くなったって。これ結構名前言えないけど芸能人使ってるよ。目が出たことによって、出てないんだけどこっちの方が確かに白目が目立つでしょ、黒目もちょっと何気に出てるよね、はい。これはもう本当に逆に毎日使って大丈夫ですか？だからそこで言おうとしたんだけど、だいたいね、1日1回から2回、なんでかっつうと、これ刺してる時はこう充血治るじゃん、で頻繁にこれやり続けると、今度刺してない時に充血しやすくなっちゃう。なるほど、よくあるじゃん、目薬でそれ、あんまりやりすぎると刺さないとずっと充血しちゃうじゃん。なるほど、それと同じことが起こるから、要するに血管収縮させる、まあ、ちょっと医学用語でアドレナリン作動性の、ものが入ってるから。なるほど、そうするとこうまぶたを上げる筋肉に働いて、筋肉がこうスパスティックちょっと収縮するから、ミラー筋っていうのが、それで上がってる。私はじゃあ YouTube の時とパスポート更新の時とかに刺します、そもそも私の認識で間違ってたのが、眼瞼下垂っていうのはさっき の後天性の加齢のものだけが眼瞼下垂で、その生まれつきのものっていうのはただの二重整形をするまぶただっていうふうに思ってたんですけど、これはつまり眼瞼下垂の手術って要は二重手術と一緒です。全然違う。全然違う。まぶたを開かせる手術。まぶたを開かせる手術。眠たい、こう目が開けない人がいるわけさ。基本的には効果としてはまぶたはパッチリするっていうところは共通。そうそう。だから眼瞼下垂を起こすと、もともと二重の人っていうのは、やっぱりこう眉毛が上がってまぶたまつげの方が下がるから、皮膚が引っ張られるから、二重のラインが幅広く薄くなったり、消えたりシワシワのラインになったりとかするのが、まぶたが開くとまた二重が復活する、しっかりした二重がカチッと出てくるみたいな感じ。まあ、でも一重の人が下垂の場合は二重をつけながら切らない眼瞼下垂を、要するに二重のラインをつけたくって下垂も直すっていう方法はもちろん取れるよね。じゃあこんな二重のところには、二重整形のところに気をつけるってありますか？私ちょうどインスタで娘が中学生で、一人だから二重整形をさせたいんだけど、なんかおすすめありますかって聞かれたんですよ、ちょっと情報調べますねって言ったので、二重整形を、おすすめ、一言でこれマサキンしかないです。そうですね同業者の、アドバイスを聞く、美容外科に勤めてるナースとか、ドクターとかに、ぶっちゃけ真っ先にどう思うって言った時に、あそこはやめとけっていう
のこうデータ取っていけば本物が浮き出てくる。だから同業者は変なとこといいとこ大体分かってるから、例えばね、あのやり方がまずいとかすよこしちゃったりするのよ。だからそこら辺が、まあ、二重っていうのは糸でくくるだけだから簡単でしょうなんて言ってるドクターは、僕は大したドクターじゃないと。一番奥が深いと思うね。糸のかけ方とか、によってまぶたが開いたりとか、目力になったりとか、幅を広く取ったりとか、いろんなことができるから、勝手な外側から見た感じだとクリニックによってやっぱ先生によって得意な手術っていうのは違くないんですか？それはすごくいい質問ね。例えばね、あの日本とアメリカの集客の違いっていうのはね、あのアメリカっていうのはあの例えば目で有名な先生は何先生って調べるわけね、じゃあその先生がどこにいるのって、その先生はあのこのクリニックに行ったりこのクリニックに行ったりとかしてたりする、その先生の手術を受けてもらいたく、そのクリニックの予約をして、その先生の手術を受ける、僕はすごく、それが正解だと思うんだけど、有名なドクター誰が一番上手なのっていうのを調べて、その先生がどこにいるのっていうことで、その先生を求めていけばいいと思うんだろうけど、で正木先生は一番どこが得意ですか？僕はだから今言ったあの、ね、僕が共立美容外科っていうのを、やってて、共立美容外科の僕これ言っていいの、芸能担当、芸能人担当してて、一旦もうデビューしちゃってる子とか、もうテレビに出てる子っていうのはもうダウンタイムが取れないじゃん、ね、1ヶ月も2ヶ月も待てないから、そうすると二重のだったら埋没法を追求するしかないわけ、どういうことやってたかって言ったら、とりあえずなるべく例えば1週間ぐらいしか休み取れないとか、5日ぐらいしか休み取れないみたいなやつがしたら、まずじゃあ糸かけて仕事前の、1、2日前にこれじゃちょっと無理ですって事務所が言うんだったら、もしくは本人が思うんだったら来てちょうだいって、糸を取って戻して次のチャンスを狙おうよっていうのができるのが埋没二重。そこで何を追求してるかっつったら、そういう子にも要するに影響を与えない、なるべく腫れないようにやるっていうことね、軽度の下垂の二重だったら、ここまで本格的な手術じゃなくてね、二重の糸をかけるときに胸筋を少し引っ張ってまぶたを上げることがある。うちの二重っていうのは多分ね、他のクリニックの二重と違って普通の固定でも若干目が開くのよ。だから目力になるわけ。で、なんで正木の二重が腫れないように見えるかって言ったら、腫れてんだけどもまぶたが開くから、その幅が広く出ないのよ。いうことで、使ってる麻酔のボリュームも、腫れのボリュームもそんなに変わらないと思うんだけども、なんでうちの二重がそんなに腫れないのか、ダウンタイムが短いのかっていうのは、それはまぶたを上げるスキルがあるから。ただまぶたを上げるスキルを持ってるドクターはそんなに多くはないかもしれないね。例えば時代によってこの人の目になりたいっていう人っているじゃないですか。それね、昔はね、俺なんでかなって、若い子来たのね、浜崎あゆみ。そうですよね。私も今40代で20歳ぐらいの時って目が大きいイコール可愛いだったんですよ。だからその、メイクの引き算なんかなくて、まつげも足し算だし、アイシャドウも足し算だし、このワイドさも全部大きければよかったので。なるほど、代表的に目が大きいじゃないですか。俺昔さ、BBC のインタビュー受けたことあるんだけど、それ共立の時ね、アジアの人の美の基準と、コケージャンね、欧米の人の美の基準の違いっていうのがテーマで、これ面白かったんだけど、例えばアジアの人っていうのは白人の目になりたい、白人の顔になりたい、で逆に例えば欧米の人っていうのは、エイジアンミステリーみたいな、日本人の目の話で言うと、大きい目で、こう垂れ目形成とか流行る、先生こっちのこう垂れ目にしてください、いやそれってでもねって、お国が違うと逆だよって、向こうの人こう釣り目ってこうやってクッとやって目の方が人気だよなんて言うんだけどさ、
そういうお国の人種の違いっていうのは文化の違いっていうのはやっぱあるよね、うん、でパリジェンヌ・ラッシュリヒトもあの昔のまつげパーマってこういうふうにかけると、うん、日本人って8割以上の方がもう目尻こう下の毛に生えてるので、うん、こっちにだから白目に限り作るじゃないですか、うん、だから昔のパーマだとこのままカールをつけるから、うん、横幅はできるんだけどここの目に光が入ってこないんですよ。なるほど。それをパリジェンヌってこの根元からちょっとドライヤーで言ったら逆にドライヤーかけたらちょっとこうなるのと一緒で根元からこっちに矯正かけてかけることでこの立ち上がりをちょっとやっていくんですね。テクニックだな。そうなんだけどまつげエクステンションの時代からなぜかお客さんはその目尻は下げたいですよ。ちょっと横に流したい。それはアジアのってことね。そう、うん、でもそれって本当にこのせっかくのここが1ミリ開くだけで外からの光の入り方全然変わるから、うん、目のキラキラ感変わるのに、うん、でもこの横幅を欲しがってこの下がりまつげの根元は気にしないんですよね。なるほどね。 そっちの業界でもやっぱそうなんだな。やっぱ違いはあるんだよな。そう、うん、だからなんかこう引いてみたりとかこうよくよく本当の目元美って何かって言った時に、うんうん、大きいからいいわけでもないしそのなんかそうだな、うんうん、そこがやっぱり上手な人がセンスがいいっていうんですかね。そうだね。だからそこら辺を全部頭に入ってる人で、うん、でそれで患者さんのニーズを聞いて、うん、アドバイスもできてっていうのが一番いいんじゃないのかな、うんうん、もちろんスキルは一番だろうけれどもね、うん、私は眼瞼下垂になったらぜひよろしくお願いします。全然大丈夫です。自信持ってやってるから、うん、でも本当に、うん、はい、ということで、目元事情を正木先生にいろいろ聞けたんですけど、次回はもう一本正木先生 あのご自身でやられている美容法というところをやっていきたいと思います。これからも美容を応援するさまざまな、コンテンツをお送りしたいと思うのでよろしかったら高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。では正木先生本日ありがとうございました。あ、どうも楽しかったです。